はい、皆さんこんにちは、ピカです。天外魔境2万字丸やっていくよ。はい、ここは京の国の商業区。はーい、まあそしたらね、まあ、前回終わりに、気色悪い5人組とね、お話というか初対面しましたが、まあまた会えそうな感じだね。まあとにかく、まあ残ってる情報をチラチラと探しながら、まあ情報探して情報掴んでというのか、まあ上の城とかね、まだ行ってないところ行ってみましょう。兄ちゃん、いいネタだけど両手でどう？いやお前なんか怪しいな。銃でいいのかよ。両手ってなんだよ。あっそう、なんだお前なんか石川さんに似てるな、なんかいいよ、一度しか言わねえからしっかり覚えろよな。人に言うなよ、いいかい。これからの相場はな、塩貝これっきゃねえよ。わかったな。あっそう、さっき買った麦でもう3000両ほど儲けさせてもろたわ。流れさえ分かればわけないんよ。世間にはせこせこ根の一族を倒して小銭を稼いで装備を買ってる火の勇者がいるそうやけど、お金なんてどんな稼ぎ方でも同じなんやし、もっと頭を使うて繊維買ってやるべきことをやっと思うわ。塩か。はい、買う塩です。10枚でお願いいたします。かー、今なら相場は上向き。確実に儲かるって時に道具袋に空きなしか。いらん。塩です。千両行ってみよう。いや、いいよ。相場変わってる？変わってねえな。まあまあ預けてくっか。預かりどころはこっちか。よし、そしたら あとここ入って、近頃どうも花の御所の様子が怪しいのじゃ。まあ祭りごとをやってるところは怪しいのが普通かの。ああ神様、今日も竹の串でした。何とぞ神様のお力で私に金の串を。アーメン。心をもっと清く正しい心にしてください。この人たちに話してなかったな。あ、万事丸様と歌舞伎様でしょ。私たちミミックとミオって言います。もちろん火の勇者の大ファンよ。万事丸様たちに私たちの名前を覚えていただきたくて、
いろいろ考えて名前にちなんだ富くじを買ったの。ミミだから富くじの33番、ミヨだから富くじの34番よ。お二人に1枚ずつ差し上げよう。あれ？やだーん、用意したのに。道具袋にお二人とも一つずつ空きがないと渡せないもん。プンプン、ぶっ殺したい。ごめんなさい、待ってください、今すぐ。忙しいこっちゃな。あ、これもういらんやろ。ね、銅鐸のテンションの笛もいらんやろ。預けてこう。はい、私たちだと思ってお持ちになって。お正月には発表があるのよ、きっと当たると思うわ。うん、当たるの？当たったら嬉しいけど。ミオだから富くじの34番、耳だから富くじの33番よ。忘れちゃ嫌よ。一体何を持っていけばおみるさんは顔を見せてくれるのかな。多分三連指輪なんだろうけどな。予算がな、1、10、100、1000万、10万両ほど少し足りねえよ。ジパングのために戦っているマンジマルさんだからこんな忠告をさせてもらうんですけれども、うちの店の商品を買っておみるとかいう女に渡しに行くのはやめといた方がいいですよ。うちはそこらのドスケベ相手の店、女に貢いだっていいことありませんって。だからもう絶対来ないでね。ドスケベなもの売ってるんですか？当店の商品ならどんな身持ちの固い女性も一コロコロリですよ。お試しあれ。はい、三連の指輪。はっけえな。会心首飾り、情熱の花束、香水18番、お箱か、ヘクイン巾着、まああれはどうなるんだろう。まあストーリー進めていけばなんか進展あんのか、そっともまあサブイベントみたいな感じなのか。まあ、うん、興味あるね。興味あるけど、うん、もしストーリー進めても何も進展ないようであればまあちょっと積極的になってみたい。よし、そしたらこっち、磁石、ジパング中の寺や神社の総本山がここに集まっとると言っても過言じゃねえやな。いわばジパングの心の顔、美しいぜ。おめんとこの田舎の神社や寺とは一味も二味も違うだろ。え？何？神社は見かけじゃねえんだよ。ここは寺子屋よ。今は休みやけど正月になれば新春書き初め大会よ。
そうだ、あんた子供受けそうやし、習字の先生やらしまへん？また来てや、待ってるで。へえ。その派手な服、派手な顔、後ろにいるのは歌舞伎さんだね。二人組の若い子が探してたよ。歌舞伎さんに渡すんだって何か贈り物を用意してたな。さっき商業商店区の方で見たよ。いや、ミミとミオだろ。もらったよ。京都は見るもの見るものみんな目新しいの。壮大な建物、きらびやかな人々、ほんにここはとこしえの楽園のようじゃ。ちっぽけなわしの村とは大違いじゃよ。ここは全国の神社の中心やわ。そっち関係の噂やったらここで話聞くのが手っ取り早いよ。何か近頃は越前の永平寺が暗黒乱にやられたみたいや言うてみんな噂してはるようや。まあ京都すっぽかして通り抜けて越前に行くんだね。どうやらね、この都のよろずの神仏を前にしちゃ暗黒乱も出てこれないじゃろう。京都は神仏に愛された土地じゃ。たとえジパングが滅びても京都は不滅じゃわい。うはわは。京都といえばジパング中の神々が集まる聖域よ。ここでお祈りすればどんな望みだって叶うわ。いい男、いい男、美貌、イケメン、名声、豊かな暮らし、長身、土地持ち、保険金、詐欺し放題。いや、あなたちょっと悪心がありすぎます。お遍路巡りでも行ってきてください。50周ほど。お遍路じゃねえ、お遍路か。今日の北近江の国に大忠という船が祀られた白山という霊峰があります。この神社の神はその船に乗ってジパング中を見回ったのですよ。ジパング中をこの神社の神がね。へえ、ここの神社の神様か。なんかある？なんもねえな。タイクーンはなぜ白山を封鎖したのでしょうかね。何かあそこには人目に触れるとまずいものがあるんでしょうか。どうせタイクーンのことだから側近にでもそそのかされたんでしょうが。タイクーンめ、なんという罰当たりなことをするのじゃ。あの男は恐れ多くもうちの霊峰白山に手をつけおったのじゃ。掘り起こした挙句封鎖しおった。白山は尊敬な信徒がやってくる巡礼地じゃ。あの男は人々のささやかな祈りさえ認めぬのか。白山、
か行ってないところはここか。まあどんな情報がどこにあるかわかんないからね。まあ一つ一つ行った方が良いだろう。逃したらちょっとえらいことになりそうじゃん。近江を東に行けば越前の国じゃ。その越前に福井という村がある。福井には永平寺という大きな寺があるのじゃが、その寺から強力な念が届くのじゃよ。あれほど強い念は永平寺の僧侶全員が一丸となって祈祷せねば出せるものではあらしまへんのや。何のためにそのような念を。永平寺に何かあったのじゃろうか。こっちは行けるのか。行けるね。なんかいっぱいいるし。近江の国に白山といううちの寺のお山がございますのじゃが、そこにはお仏の船、大たたの船がございます。何やら琵琶湖に悪しき呪いがかかったとか聞いております。ぜひ大たたの船をお使いくだされ。いえいえ、遠慮はご無用。すべて御仏のお導きでござる。御仏でいいのか。お仏って言ったけどなんか臭そうだから御仏なのか。御仏ってああいう字書くの。ただ見事琵琶湖を渡り終えた暁には我が寺の力を借りたと世間には発表してくださいましね。任せてください。宣伝しときますよ。近江国に何か良くないことが起こったのじゃろうか。近頃近江の方角から大きなまがまがしい陽気が流れてくるのが感じられるのじゃ。不吉な予感がする。気のせいならいいんじゃが。バカなこと言うんじゃないのこの子は。これはとてもありがたい仏様の像なんですよ。まあ小判でもちらつかせりゃ手くらい差し出すかもね。そういうご時世だもの。ねえねえ、こいつ合体変形ドッキングしないの？うん、しないよ。いや、広いね。ベラボメ、せっかく遠くの村から富くじ買いに来たつうにゃ、もう売り切れかよ。一等の一万両絶対に当てるつもりで来たのによ。一万両ありゃな、世界が変わるぜ。ここですか。あなた方が伊勢神宮をお救いくださった日の一族の皆様ですね。思っていた通り筋骨隆々としてないし、正義感が強そうにも見えないし、きっとあれですね、我々の祈りが天に通じ神があなた方に力を貸してくれたのでしょう。アホかお前。大君が白山を掘り返しちまったんで見つけようとしたのが大たたの船だと噂になってから、宣伝になると踏んだそこいらの寺社がごぞってうちの神が作っただ
うちの仏が乗っただと聖職者として嘆かわしい限りです。日の一族の皆様には本当のことを聞いていただきましょう。大畑の船はもちろんうちの神がお作りになった聖なる船でございます。いや本当ですってば。信じる者は救われる。アーメン。はい、ねえ宗教がめちゃくちゃです。一枚の富くじから広がる夢。一万両があなたのものに。枚数に限りがありますので、ご希望の方はお早めに当神社まで。なお当選発表は来年の元旦です。アンさん、富くじお買いにならはったん？抽選会はお正月どすえ？当たるとよろしおますな。はい、悪いけど富くじなら売り切れよ。残念ね、あんた運が強そうだから一等の一万両が当たったってたかもね。はい、発売期日は過ぎちまったのか。っていうか売り切れか普通に。こっち行ったっけな。そこのババアに騙されるなよ。あいつこの寺の回し者だからよ。ここは桜が多いから注意しな。いいこと教えてやろう。隣の神社あそこに千両ばかし賽銭弾むのが間違いねえよ。いやいや、おめえが桜だろ。万事丸さんじゃないですか。私伊勢の者ですよ。その節はお世話になりました。いや早速京都へ来てみたんですが、あんまり広いんで驚きましたよ。私いきなり迷子になってしまいました。ああばあさん、根の一族を鎮める祈願をしにこの寺へ参ったところですわ。この寺が一番ご利益があるぞ。と言うてもお伏せに糸目をつけるようじゃ仏様に足元を見られるっちゅうもんですわ。まあこの京の町はいろいろ臭い金が絡んでますね。お坊さんの教えはありがたいな。人生に疲れてたとことだけど生きる気力が湧いてきたよ。死を不幸と考えてはなりません。生とはすなわち苦しみ、死とは上等を望むこと。死を恐れず戦いなされ。仏は必ずあなた方を極楽浄土へ導いてくれまする。一応お断りしておきますが、他の寺の仏じゃ無理ですぞ。よーし、まあ、今までの情報からして越前に向かうのがまず第一のようですね。よし、あとはここの城みたいところか。五色なんだ、敵出そうなとこだね。出てるし。いやー武器
武器買っといた方がいいかな。まあここはできれば越前まで乗り切りたい。これなんだ、人いる。ああ、あなたが火の一族の万事丸殿か。今となっては取り返しがつかぬが、大君様をお許しくだされ。大君様は騙されたのでござる。見てくだされ、この情けない姿を。我々は惨めな人質の身でござる。他の者はいずこへ連れ去られたの、連れ去られました。せめてお逃げになった桂姫だけでもご無事であればよいのですが。こっちは、ああ、あなたが火の一族の万事丸殿か。白山に行かれよ。それが道を開く唯一の方法でござる。白山か、誰か確か。白山の入山許可証はこの御所の中の宝物庫にあるはず。その鍵は桂姫が持ってお逃げになった。うん、万事丸殿、桂姫は多分まだこの御所の中のどこかに隠れていらっしゃると思われる。桂姫をお探しくだされ、そしてできれば姫様をお救いくだされ、お願いします。わかった、桂姫をまず探すんだね。妖怪だ。そして妖怪だ。鍵のかかった扉、ここ違うのか。でも後で行くところみたいやね。姫だ。キャー、許して、痴漢、豚野郎。あら、そなたは根の一族ではないのかい。わらわは大君の姫、桂じゃ。わらわを助けに来たのかい。はい。そうか、しかし礼は言わぬ。こびぬ、引かぬ、顧みぬ。我らはそのようなことを頼んだ覚えはない。その代わりお前に良きことを教えて使わすぞ。寝室の隣の花壇を調べるのじゃ。寝室？わかった。よっしゃ、黄金塔7000いくらで売れるからさ、ラッキーなんだよ。まあ今歌舞伎にだけ壺叩き塔か壺割り塔か、うん、それをね、あの装備2万8000
だったけど、まあ18ぐらい上がったのかな。うん、今いくらだ、5000か。うん、まだまだだな。オッケー、オッケー。ほ、宝庫の鍵、いや右の、え、左の花瓶って言ってなかった。オッケー、これで箱開けれるな。教科書はあるんだよね。よし。そしたら白さんのなんとかというとこ行けばいいんだな。とりあえずここから出よう。うん、白さんは左下かな、あの赤丸だよね、おそらくね。いやちょっと待て、越前、越前だね。越前は右上だ。うん、そしたらあそこ行ってみよう。っていうか右上の町行ってみよう。信楽村、北へ行けば近江の国よ。近江の国は琵琶湖が真ん中にあって、国と西と東に分けてるの。国を西と東にだよ、わかるね。はい、ここは焼き物の村、信楽村だ。お土産に信楽名物大だぬきの焼き物を買っていくのが通ってもんだよ。まあ、信楽焼きっていうのなんか聞いたことあるな。おいおい、その髪の色をなんとかしろよ。それじゃすぐに人間じゃねえってバレちまうぜ。え？その髪って自前なの？あ、そうですか。こりゃ失礼。てっきり駆け出しの仲間かと。え？おめえ、タヌキか？大津の北に白山っていう霊山があるんだけど、半年くらい前からタイクーンの命令で発掘やってるよ。ほう。お、4ね。あ、焼き物ね。これなんか、なんだろう。これなんか、物々交換とかでなんかいいもんになんのかな。いやー、早
サニーか。まあ攻撃力上げたいね。うん、でこちらはおばあさん。近江の国には大多田の船中神さんの船がどっかの山の頂上に祀られとる伝説があるんじゃ。なしてわざわざ船を山の上まで上げにゃならんのかわからんけんど、まあ伝説なんちゃそんなもんじゃ。こう白山霊山の山頂にあんのか。なんか近江の国の琵琶湖が血みたいな色に染まっとったとか聞いてるけど、まさかな。まさかとは思うけど、根の一族が動き出してから先考えられねえことが次から次へ起こるからな。何してんのこいつ。あんた火の勇者だろ。わかるさ、その血の匂い。修羅場を抜けてきたやつの匂いだ。ところでよ、火の勇者と見込んで頼みがあるんだけどよ、親父がちょっと訳ありでよ、引き受けてくれるならここを独占どうだい。頼まれてくれるかい。なんだ言ってみろ。悪いな、とりあえず中へ入って親父の様子を見てやってくれよ。これなんだ、ぬいぐるみかい来てんのか。わしらタヌキは犬とは昔から相性が悪うてな、やつらに吠えられるのはいくつになってもおっとろしいわい。人間を利用して生きるわしらが利用されて生きる犬に弱いとはシャレになっとらんわい。あ、タヌキちゃんなんでね、ですね。お恥ずかしい限りじゃ、わしのような古タヌキがこの姿を人目にさらすなどとは。わしも猛獄したのか、近頃思うままに化けれんようになってきたんですわ。京都で売っている百年人参さえ飲めば霊力が戻ると思うんじゃが、何しろ京都は犬が多くて。あんたすまんけんど、京都へ行って百年人参を買ってきてくれんか。お安い御用です。そうか、ありがたい。これはその代金じゃ、釣りはいらん。お礼にあんたにあげますわ。おっしゃ、1万円儲かったぞ。もまあ差し引き儲からねえけどな。いくらするんだよ。釣りねえじゃねえかおめえタヌキ。バカ野郎、もらい逃げしたろうかな。バカ野郎。まあいっか、お使いしてやるよ。もう持てねえし。ふう、どうやら力が戻ったようじゃ。どうじゃな、この若い女の姿はなかなかグッとくるものがあるじゃろ。でもこの姿は実はすごく体力を消耗するのでな、失礼して楽な姿に化け直すぞよ。万事丸殿、この度は面倒を聞いていただき誠にすまんことをした。お礼と言ってはなんじゃが、この残り火の巻物をお主に渡そう。オッケー、巻物もらえた。うん、ちょっと強そうだね。この巻物を使うたびに信楽村のことを思い出してくれると嬉しいの。ありがとうたぬきさん。どんな巻物じゃ。13、敵全員に毎ターンダメージじわじわ。はい、
よし。これもういらんな、鬼火。よし。まあ、巻物も預けれるからね。邪魔くさいのはどんどん預けていこう。よいよいてくれ。よし、そしたらここは、これで去ると。一件落着。目指すは、こっちから行けるよね。行けるよね。よし。大阪峠。あんた海に来た行きなさるのかね。琵琶湖に厄介なことが起きてるそうやで、気付きや。はい。あ、峠なんだ。ここは京都大海の国境の大阪峠です。北は大海の国、南は京の国ですよ。はい、行きましょう大海に。ああ、地図真っ赤じゃねえかお前。とりあえず左上の町行こうか。白山霊山はどこだ。左上かな、左上の赤丸かな。なんだこの素早いのは。大津村。京都へ来たついでに白山にお参りしようと思ったんだけど、タイクーンが封鎖しちゃったのよ。一体あの山を封じたからってタイクーンにどんな得があるの。権力者はいつだってわがままよね。どうしたんですか。おじいさんですか、おばあさんですか。おばあさんか。琵琶湖は聖なる水、ジパングの未来を映し出す鏡。その琵琶湖が深紅に染まるなど、きっと不吉なことが起こるに違いありません。はい、そうです、その通りです。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、この琵琶湖の問題を解決していきましょう。またね。